厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに三浦靖君が委員を辞任され、その補欠として高橋晴美君が選任されました。全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本日は本案の審査のため4名の参考人からご意見を伺います。ご出席いただいております参考人は、健康保険組合連合会副会長専務理事佐野正弘君、学習院大学経済学部長遠藤久夫君、日本労働組合総連合会総合政策推進局長佐保祥一君、および日本高齢期運動連絡会代表委員吉岡隆君でございます。この際、参考人の皆様に一言ご挨拶を申し上げます。本日はご多忙のところご出席いただき誠にありがとうございます。皆様から忌憚のないご意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。次に議事の進め方について申し上げます。まず佐野参考人、遠藤参考人、佐保参考人、吉岡参考人の順にお一人10分以内でご意見をお述べいただき、その後委員の質疑にお答えいただきます。またご発言の際は挙手をしていただき、その都度委員長の許可を得ることとなっておりますので、ご承知おきください。なお、ご発言は着席のままで結構でございます。それではまず佐野参考人からお願いいたします。佐野参考人。